めっちゃ高いここ。超怖いんだけど。え、超怖いんだけど。ちょっとこんな怖い？足震えてんのよ。見えてきましたね。あれですよ、あれ。ロマンだよね、あれは。でけえな。改めて見ると。どうもこんにちは、大丸屋トールです。福井です。久々の福井です。はい、トントンです。はい、今日はですね、はい、もう僕の念願なんですよ。本当ですか。子供の頃の夢を叶えに来ました。今日来たのはここです。アントリーエレベーター。おーい。ここにね、今日は登らせていただけまーす。やったー。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。もちろん許可もらいました。はい、もちろん勝手に入ってはいけません。はい、行くぞ。はい、半端ねえ。あの上に行きます。でけえ。要塞。このロケーションはいいっすね。この大きいのをさ、はい、壊すっていうのもさ、はい、とんでもねえ額かかるよね。はい、です。邪魔します。働いてる人にとって当たり前の場所はやっぱり、はい、みんなにとってのファンタジー冒険王国やね。本当に古墳に囲まれてんだね、ここは。基本的にはあれだよね、そのお米を精米するところ、お米を詰めるところ、あれ上から米が降ってくるんだな。えー、めっちゃ下に行きたい。ライスシャワー。工場見学楽しいね。楽しい。挨拶行くか。はい、よろしくお願いします。基本的にここはあの何する施設なんですかっていう調べてから来いって話です。お麺をですねっていうのはなんとなく分かるんですけど、最初に麦を取ります。麦、へー。その後は米、はい、持ってきて、持ってきてここで身請け起こして、でっかいあのタンクは。でっかいのに300トン入ります。300トン、あん中でぎっしり入ってるんですか。はい、あのサイロっていうタンクに今どれぐらい入っとるかが分かる。夢尽くしは満タン入ってるんですね、じゃあ300トン、うん、全部乾燥しなべてしまって、はい、この中に直すのは綺麗な状態出て、綺麗な状態で、へー、ここからもうずっとここから出てきます。なるほど。あ、こういうことになってるのね、下で、こっからこう、で、今の水が出てきて、これはもう乾燥、入居者の時に乾燥して、説明すると、ありがとうございます、説明して、ここに持ってこられた荷物を、はい、測って計量してしまって、この中に入れるんです。今度乾燥する、ここが乾燥の、あー、あ、めちゃくちゃ面白いこれ。そしてあの中に直し込む、このベルコンでガーってこう出してきて、あ、ここで精選できる、はい、計量もして、ここでこう出してくるんですね、もうここから、へー、面白い、すごい。じゃあ行きたいと思います。失礼します。マジか、いいな、やった、やった、相当嬉しい。早い早い、ちょっと待って、いろいろ見せてよ。これどこまで上行っていいんですか。一番上まで行きます。一番上まで行きます。やったー、いいね、こうファイナルファンタジー7みたい。結構高いよ。鬼ごっこしたいね。いや、楽しいでしょうね。楽しいけど死人が出るね。あ、結構奥深い。結構さ、地下もあるね。こういうとこ掃除どうやってんだろうね。あの辺どう掃除するんだろう。でーでんでーでんでーでん、おい、昼でこの暗さよね、すごい。
か。行きますか。じゃあオープンまで。あ、もうオープンすぐ。オープン。おお、壁かい。まだ上まで。あ、嘘。うわ、やったー。あー、これで、おーすごーい。終わりました、初めて。まだ上まで行く。はい、大丈夫ですか、これ。高所恐怖症じゃないですか。寒い。すげえ。下やばいからね、これ。下相当高いから。本当だ、古墳が真横にあります。すげえ、めっちゃ高え、ここ。超怖いんだけど。え、超怖いんだけど。ちょっとこんな怖い？うん。やば、楽しい。すごいとこ登ってきた。そして、はぁ、念願だ。ここですね。ここまでなんですよ。いやー、十分十分。カントリーエレベーターから見える景色まで3秒前。3、2、1、どうぞ。いやー、嬉しいね。その辺のちっちゃいのも世界遺産だし、この真横もこれだって世界遺産だし、はい、そうです。なんならあそこの島のところも世界遺産だし、はい、もうしっかり見えます、うん、こっからの景色がもうね、まああと 2、3年後にはきっと、はい、もう見れなくなる。解体されるかもしれない。解体される可能性があると。公園が今後整備されて、でこういうところもこう見に来れるようになるんじゃないかと。そうですね、いう計画があるってことね、はい、うん、いいんじゃないと。この高さから見れる日はもうあとわずかかな、ね、これ記録としてこの場所をね、取っときましょうっていうことですね。お、落ちる落ちる落ちる、危ねえ。さらにさ、これ上があるんだけど、あの家っぽい部分、ちょっとここにはね、登れないみたい。将来ここに住むのが夢だったんだ。そうなんですか。いや、マジマジ。パズーの家をいつも想像しててさ、鳥の高さやな。いや、テンション上がるね、これパキッてきそう。結構怖いですよ。ちょっとそれはやめとこう、はい、怖い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 。いや、フックありがとう、これはいい記念になったよ。というわけで、はい、僕の長年の夢が叶いました。カントリーエレベーターの中に入って登ってみようでした。どうでしたか、登ってみて。最高。中もね、かっこよかった。ゴツゴツしてて、あの上まで行けたらもっとよかったけど、またちょっと世界中のカントリーエレベーター登ってみよう。あ、世界中。次は世界制覇。というわけで、はい、バイバーイ。寒い。寒い。ありがとうございました。また賢者行くよ、もう。早い。先輩、行きます。